ありがとうございました。先生、この後、質疑。はい、はい。この後、今、聞いていただいた先生のお話に基づきまして、皆さんの疑問なり、それから持っていることか似ていることを、あと質疑応答の時間を取りたいと思います。質問のある方、挙手をお願いします。はい。帯広の荒木と言います。昨年の今頃、堀田さん方が主催なさった映画会、釜中監督の内部被曝を生き抜く中で、日田先生がチェノブイリ現地の研究レポートで、放射能はミトコンドリアを破壊するというレポートが出ているっておっしゃってたんですけども、まあ、細胞全体を破壊するということと、ちょっとその一部だと思うんですけれども、それはどういうことなのかと、あとちょっとこう、なすすべが、もしかしたらヒントになるのかなと思ったりしたんですけど、いかがでしょうか。まあ、放射能は全部ね、物質を壊すわけですから、そのミトコンドリアに限らず、その核の遺伝子も壊すわけですよね。だからどこか、ミトコンドリアも壊すことが分かったということだと思うんですよ。はい、わかりました。で、なすすべがあるかって言ったらですね、結局プルトニウムファイルで言いましたけど、アメリカはね、確か核兵器の開発に500兆円ぐらいかけてるんですよ。5000兆、500兆だったと思うんですけど、それで血液検査でね、まず一番最初にやりたかったのは血液検査で被爆した兵士で使える兵士と使えない兵士を振り分けたかったらしいんですよ、一番最初の目的はね。だけどそういう血液検査はないってことで、あと治療法もいろいろ調べようとしたけど、調べれば調べるほど訳が分からなくなってね、どうしようもなすすべもないということなんですよ。でその辺は何に書いてあるかといったらですね、その推薦図書の中にも書いてあるんですけど、大学副リウマチ事件ありましたね。あの時に、調べてるんですよ、日本の続きなんとかっていう意思がね。それでやっぱりアメリカも知らんと、で我々も知らんと、でも我々ほとんどゼロに近いけど、アメリカよりもしかしたら広島長崎の経験があるからちょっとあるけど、治療法ほとんどないっていうふうにいろいろ書かれてるんですよ、やっぱりね。で今もないと思う、本当の人やっぱり避けることしかないと思うんですね、私はね。でそれはあるということでね、例えばビタミン C 点滴したら治るとかね、そういう金儲けの方に走ってる。何でももう溺れるものが藁をつかんでね、これなら安全って聞くって言ったらついそっちに来ますよ。例えばヒアルロン酸とかね聞かんと思うつつ飲むわ。そうだと思う。だからそういう品結局ないんだと思うんですよね、これは。私は中に入って医者が言われるのはですね、最初の教育でこう注射しますでしょ、入れたらもう出せないからよほど注射しろって言われるんですよ、注射の前にね。確認を何度もして一回入れたら引き出せないんです、それはね。だから注意何度もして入れろっていう、だから内部被曝して入れてしまったらそれは出せないと思ってます、私は。はい、ありがとうございます。私は釧路市に住ん、釧路町に住んでるんですけれども、以前に先生のツイッターで、その写真を上げたこともあるんですが、異常のタンポコ、帯化タンポコが釧路市内で莫大に出ました、うん、6月です。でいつの今年の6月です、はい、で写真データも残してあるんですけれども、同様の状況は釧路ぐらいにその福井地原発から離れた地域でも同様に現れてるんでしょうか。膨大にっていう、例えば空き地に60、70っていう奇形のタンポポが一気に咲いたんですね。そういったところが何箇所もありました、そういった状況が他にあるのかどうか、どうそれね、はい、探す人があんまりいないんですよね。でそんなのあげるとね、気違い扱いされたりするんですよ、実際あるのにね。でさっき見せたように西海岸にだって飛んでるわけでね、釧路なんか目と鼻先です、西海岸からすれば。それはやっぱりありうるだろうなと。あと地形の問題だと思うんですね、山が背景にないかとかね。だから福島の風がちょっと海上に出て北に行くと釧路の方に行くでしょ、遮るものが何もないですよね。だから十分ありうると思う。だから本当はね、そういうのいろんなそういう機関があるはずなんです、植物の機関とかね。それをまとめればいっぱい出てくると思う。でもそんなことしたら大学生のことがバレちゃうからね、一人一人潰していくわけです。あなた
後に言ったこと嘘だ、私の言ってるのは嘘だ、そんなのどこにでもあると、遺伝子のなんちゃらで決まってると、それはあると思いますよ。お茶の奇形というのは昔からね、ああいう相対の奇形、シャム小生児があったり、だけどそれが大量に出ることはないわけです、自然界ではね。でも大量に出るということはもう一つしかないと私は思います。ありがとうございます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。あとはね、獣医さんもやっぱり見てるはずなんですよね。例えばね、阿蘇でチェルノブイリの後にやっぱ六本足の牛とか生まれてたらしいんですよね。だけどそんなの生まれたって言ったら買わないですよ、誰も隠すわけですよ。で実はとか言ってそういう話聞いたとか私聞きましたね。だから国会でも多分生まれてるはずなのに生まれてないはずがないんですよ。だけどそんなこと言ったらね、誰がバレたバラしたかっていうことになって畜産業界がぐわっとやられるから、北海道の牛は危険なんて生まれませんっていう話になると。それはでも全国どこもそうだと思う。ありがとうございます。ちょっと低レベルな質問で申し訳ないんですけど、先ほど雨に濡れるなっておっしゃられましたよね。でちょっと先生はおっしゃってて、絶望するなって言われるんですけど、雨に濡れるなって言ったって、植物っていうか農作物とかも雨に濡れちゃうしなとか思うと絶望しちゃうんですけど、どうしたらいいのかなって思うんですよね。あと例えば、こういうのは自分でねやっぱり調べていかなきゃいけないとも思うんですけど、やっぱりキノコはね濃縮されやすいって聞きますけど、他にもやっぱり濃縮されやすいものってお医者さんの立場からお分かりになってるものとかもしあったら教えていただけると嬉しいかなと思いますけど。ずるいですね。雨に関してはですね、やっぱり人間が倒れたら終わりなのでね、どうしてもだって大気核実験の時からね、雨に濡れるなっていう話はあって、 今はねでも雨によって放射能が濃かったり濃くなかったりするんですよ。それは見ればわかるんですよね。全国のモニタリングがありますから。で上がる時とね、熊本でもね上がる時と全然上がらない時今あるんです。同じ雨が降ってるの、それは雨の量に関係なくですね。特に雨がひどい時、それと植物につきますよね、もちろん蓄積されますけど、それは致し方ないにしても自分の身を守って心臓発作とか起こしたってしょうがないからね。だからできるだけ雨の時は出ないって、それは避けれるでしょ、雨っていうのは濡れないっていうのはね。傘をできるだけ大きいのするとかね。で特に降り始めが濃いですから、降り始めだけパーって逃げるんじゃなくて、降り始めたらもうどっかに傘買っていくとかね、あるいは必ず折りたたみの傘一つを入れとくだけで十分防護できるんですよね。だから余計な被曝はしないという意味で意味があると。だけど 草木がどうするのかって、雨使わなかったらどうしようもないわけでね、それ被曝しますよね、当然ね。でもそれは逃げれるところに減らそうという話でね、はむざむざ被曝する必要がない。あとじゃあ何が濃縮するのかとか、実は医者はほとんど知らずにですね、栄養士の方もほとんど知らないと思うんですけど、ウサギ、キノコが出ますよね。あとブルーベリーとかね、やっぱ木の実とかが出るって言いますよね。ただそれは私もあんまり知らずに、ね、もうまあだから私は九州の熊本に住んでるので地元のものを食べますっていうふうにしてるわけ だけどキノコ食べてないんですよ、熊本県産っていう。それはなぜかって言ったら原木がね、福島の原木がも全国に流通してるわけですよ。大阪にだって出てるわけですよね。いいのか悪いのか全然わからないわけで、外貨カウンター置いたってわからないわけですよ、結局はね。レベルが低いからね、なんかもう食べないっていうことにしてます、ね、どうするんだって、それは絶望的だ、それはそうですよ、私だって絶望的なんですけど、諦めたらいけないし、次世代に、ね、対する責任が我々はあるわけですから、ね、やっぱできることし、できないことをそのからきりに行って、その東電の社員を誘うとかいうのはないわけでね。そうじゃなくて、できるこういうことをやっていこうということだと、自分のできる範囲でね、もう明日には死ぬからっていう感じでね、必死もいて鉢巻き締めてツイッターしながらデモに参加してね、ありとあらゆる本買い占めてね、ほんな続かないことをしてはいけないんですよ。続くことをね、自分でできることを
ずっと続ける、しつこくね、それがやっぱり増えていくと、やっぱり怖いから小泉純一郎も言い出したしね、いろんなことが出てくると思うんですよ、これからね。であとバーッと増えてましたでしょ、被害がね。ただやっぱり、やっぱり増えたっていうことで、ちょっといろいろ話が、全然知らなかったら何が増えてるかわからないですからね。暮らしの健康とかなんとか、ね、最近は心筋梗塞で40代で死ぬのも珍しくありませんみたいなことって、おお、そうかみたいな感じにならないようにね、これは違うんだよっていうことを、ある程度勉強していれば、いろんな本がね、やっぱり読んでいくとね、全部つながってきますからね。だからそういうふうにして、まあ、いきなり投げてしまったらいかんと思いますね。できることをしつこくやる、諦めたりだったと思います。まあ、答えになってないですけど、申し訳ないです。ありがとうございます。先生にお聞きしたいんですけど、清水町の北村と申します。福島第一原発の事故は、津波があったから、そのいわゆる電源というか冷却をすることができなくなったから、ああいう事故になったと言われてますね。ところが、地震だけで、津波がなくても地震だけで原発は壊れるんじゃないかと私は思ってるんですけど、そのことはあんまり、そんなことはないっていう話ばっかりで、先生は実際に技術者として経験を持ってらっしゃいますので、そこら辺はどう思いますか。いや、話しましたけど、地盤沈下は起きてるわけですよ。まあ、配管壊れてますよね。ただ配管壊れて、多分ね、私の想像なんですけど、もし津波が来なかったら、注水関係は全部生きてるので、なんとかその止めたと思いますよ。津波がなければね。でも津波もなく、だから地震で配管が破断してめちゃめちゃになったところに何の注水もできなくなったからこうなっただけでね。ただ地震で壊れるかどうかを議論してもあんまりね、意味がないことはないんですけど、でも分からないわけですよ、結論。だから例えば津波がね、どのくらいが来るかっていうことでこう議論したら、地震でどうかっていう議論するより、私一番簡単なのはね、起きたら誰が賠償するんですかっていうこと。逃げる費用は誰が持つんですかと。で、ここで聞いたんですよ、私この講演から、ね、どうするんですかと。事業所内は我々が面倒見ます。発電所内はダメだ。そのレベル、本当は北海道電力払わなきゃいけないね。病院の移転費用だって、土地のお金だって、今東電払おうとしてますけど、東電が払えないのに北電が払えるはずないでしょ、北海道電力はね。そんな気全然さらさない。でもそれは言えることでしょ、簡単に。でどうなるんだ、どこがどう汚染されてね、どれだけの人が逃げてね、いくらの賠償する気なんだ、そのお金はどこから持ってくるんですかって言えばね、原発は絶対止まるはずなんですよ。実は泊原発ができる前に帯広で民間の公聴会をやって、北電を呼んで、いろいろ、その危険性について追及したことがあるんですけど、その時に、原発は、泊の原発もそうなんですけど、五重の壁で守られているから、これ大丈夫だって言った、でもそれでも壊れた時はどうするんですか、その時は終わりですよって言ったんですよ。だから終わりだから、終わりにならないように私たち頑張ってるんです、こう言ったんです。そうそうそう、同じこと、同じことですね。だから例えばね、安全議論をすると電力はね、結局どういうことか討論会って時間決まってますよね、2時間とか。で、例えば私が安全グループに行った時に、地震が起きてスクラム、原子力が止まってもその後の崩壊率が大事だから、危機がやられてたらダメじゃないですかって質問があったんですよ。その通りですよ、これどう答えるんですか、この分これ決まってるんで、答え、原子力には五重の壁があります。第一はペレットで、第二は燃料棒でね、第三は格納容器で、圧力容器で、格納容器で建屋がありますという答えになってないでしょ。そんなこと聞いてない。うん、だって 第5の五重の壁の説明する、話噛み合ってないですよ全然。だけど向こうがわーわー言っても五重の壁の話してね、時間が3時間経ったらどうも仕事で終わるわけですよ。だから安全議論したらそうやって逃げれる、引き分け、相手は倒せないわけですよ。だって役所から安全って言ってるわけだからね、いくらおかしい、地震で壊れるって壊れるでしょ本当はね。だけど安全って言ってるから、役所が味方についててね、こっちが都市空間で、いや壊れるだろうって言ったって、壊れる壊れないで3時間やったら終わりでしょ。そういうことやるわけです。だから金の話になったら、それはそういうことできないからね。そんなこと起きないようにしてますって、起きたらどうなるんだって、福島で起きたじゃないかって言ったら、
だから発電所構内は自分たちで面倒を見て北海道電力社員が死ぬ気でやりますとかなんとかって言うわけですよ。もうどうするんだって金は。賠償機構があるって言うけども、賠償機構だってねもう破綻してるわけですからね。と本当はその辺も詰めるのが一番簡単だ。安全のレベルだったら私だってね相手にしないような小馬鹿にした反応が返ってくるでしょ。もうどうするんだって終わりだよって終わりにならない。我々頑張りますわけわかんないことになって3時間経ったら終わりなんですよ。もうじゃあそろそろこれで終わりだって言ったってこう言ってパッて逃げていくわけですからね。だからそれを目指してる原子力村はこっちはやっつけられるとは思ってないわけです。危険性は知ってるわけです。知ってることを言われたらそらすんです。答えてないじゃないかって言っても答えないんです。答えられないから。でたまに真面目な安全グループの人間がいると本当のことを喋り出すとヤバくなるわけね。そうするとその人間を引きずり下ろされる。でもっと例えばまあオウム真理教で言うとね、村なんちゃらっていうのがペラペラ喋り出したらまずいってことで上位持ってきてて何も知らない。こんなことするわけです。電力会社の候補なんか何も知らない人間はねここに疲れてきていくら話したってね知らないからあヤバいことは言えないの。そうですよね、うん、私みたいに知ってるのは出さない。あの女性問題で引っ掛けてきた怖いの人もそうだ、うんうんうん、知らないからね何も言えない。だから原子力のその本の中にも書きましたけど原子力っていうのは完成された技術のように言ってますけど私にいた時でも未解決安全問題っていうのは山のようにあるんです。これが危険これが危険これが危険でこれは処置するこれは対応するっていうけどそれが山のようにあってもともと安全じゃないところに津波の問題もあったらね金かけれないんでいくらあっても足りない。だ津波だけ直せばね安全になるなら津波かけますよ電力が。でも他に山のようにあるのね起きもしない津波なんか金かけれるかっちゅうのは本音のところ。あ、どうぞ。本日はすお話をたくさんどうもありがとうございました。私は神奈川県から3月 の地震があった3月の16日にちょっとただ事ではないことが起きたのではないかと思いまして子供を連れて実家の方に戻ってそのまま戻れないままなんですけれども。実家どちらなんですか。東北にございます。で、まあ、ちょっと甲状腺のことなどいろいろネットで見ましたので検査したいなと思っていたんですけれどもなかなか検査を受けられるところがなくてようやく2年ほど経って子どもの検査をしましたらやはりちょっと脳がいくつかあります。何ミリぐらいですか。2ミリにちょっとかけるぐらい でそれでツイッターなどで言うと2ミリ以下であればそれほど気にする必要はないというのは多分でちょっと安心をしているところもあるんですけれども同じように避難されてきた方々の検査結果を聞いているとちょっと15個であるとか普通ではない数の脳が見つかったお話をたくさん聞いたもので、うん、また今日の話も伺ってもう胸が張り裂きそうになっているんですけれども先生はやはり、まあ、被爆によってそういった脳がはできるとお考えになりますか。もちろん起きるでしょうね脳波はね。ただそれは人によるんですよね。全然起きてない子もいる。特に3月10何日16日どうやってこっちに飛行機です。飛行機です。そうするとやっぱりね空中とかでねあれですちょうど中通り通りますけどね。でも3月16日ぐらいからちょうど東京の方ねめっちりってで福島から110何万ベクレルのね要素が出てるわけですから被爆してるわけですよ。だからただ私今熊本のね甲状腺専門のところに月1回だけエコーの勉強させていってもらってるんですけど、まあ、昔からちっちゃい子で会った子はいたっていうんですよ。ただそれが増えてるかどうかは分からないところです。いやいましたよって言うんですよ。本当かなと思うけどまあみんなね嘘医者同士だし医師と検査技師の間なのでね嘘をついてるように思えないのでもともとゼロではなかったといないわけではないと。だからそれ全部が被爆の影響ではないと思いますけどチェルノブイリの影響を見る限り被爆で当然起きると思うんですよね。ただ農法とその腫瘍は別なのでね農法だったらそのまま例えば腎臓とかね肝臓とか農法を持ってる人いっぱいいるわけですよ。水が溜まってるだけでそれでどうこうするわけはないのでやっぱり経過を見ていくべきだと思う。で特にあれなのが5ミリぐらいがね前後で
ただ専門医が見たらやっぱ怪しい怪しくないが分かるらしいんですよ。私まだ分からないけど、怪しいと思ったら取りに行くんですけど、それお母さんがいやぜひやってくれって言うのはね、かえってやりすぎだと私は思うんですよね。信頼できる専門の先生に見てもらうのが一番だと思う。だから被爆で脳波が出てるっていう話を聞いて私のところも買ってやったんですけど、意外と大きく出てないんですよ。出てる人は出てるんですけど、で例えば、3月の十何日に福岡に逃げて、お母さんと 上の子だけなんか高校の影響で1年間いたら、その子だけいっぱい脳波があった子がいて、ね、でもそれ調べたら陽性でしたっていう話で、でも下の子以外は全然できてない、お母さんとかもね、わからないんですよ。ただでも別の先生に寄せるといっぱい出てるっていうし、ただ私のところで見てる限りは そこまでは多くないかなっていう気はするんですけど、やっぱりがん疑いの人が熊本住んでる人もいるしね、出てる。でも元々いたわけでね、それがどのくらいかって言われると、熊本市にある甲状腺専門医のところでいうとそんな目立って増えてるっていう印象はないくらいだけど、多分増えるでしょ。東京とかひどいと思いますよ。他に甲状腺が減少する状態が起きているというお話も前回で同じく見たんですが、そういったものもやはり影響を受けやすいものなのでしょうか。放射線従事者はですね、半年ごとに白血球と白血球分割というのを調べるに決まっている。だから放射線を受けると白血球分割に異常が起きるということはもう分かっている。だそれが変化を受けているということはある程度被爆したということなんでしょうね。それ法律で決まってるわけ。私も受けてて、当時は全然知らないので、ね、医者に抗酸球抗塩気球というのがあって、どういうことか分からなくて、酸の方にこう泳いでいく白血球のことかなとかなとかって思ってたぐらいなんですけど、甲中球とかね、それはやっぱりもう分かってる。私も持ってますからね、検査の結果、当時20時のやつとかね、だからやっぱり分かってることだと。分割に最初に異常が出る。で、分割に異常が出て白血球の数が下がってきたり増えてきたりして白血病になるから、そう冷やられてると思います。それやはり小さい子供の方が影響を受けやすいというのはよく見聞きしますが、首都圏、関東エリアで小さな子供が過ごすことについてはちょっとお話ししにくい内容になるかと。いや、もうお話ししにくくもなんともなくてね、私は何でも喋るんですけど、やっぱ厳しいと思うんですよね、それはね。で、特に何を見ていくかといったらね、身長体重の正常曲線だと思うんですね。それを見ていて水平になったりしたりしたら、これやっぱりまずいっていうことだ。で、この子最近食べなくなったとかね、あとは熊本でもあったんですけど、屋外プールの後はね、ぐったりしてね、子供が動けなくなると。まずやっぱ内部被曝だと思うんで、ね、プールのね、雨水落ちますから、普通のところはね、やっぱそういうことは全国的に起きていると思うけど、特に関東圏ひどいわけでね。そうすると被爆して大丈夫かどうかの社会実験させられているわけですよ。だからその社会実験に参加するかどうか、やっぱり自分で決めるしかないと思うんですよね。で、それはやっぱアンテナ張ってると、で、あなたがまずいと思ったでしょ、3月16日に思う必要がほとんど少ないわけですよ。で、それがなんで思ったのかというと、いろいろやっぱり一番最初に3月16日レベルで逃げた人っていうのは、昔反原発運動してたりとかね、浜岡のことやってたりとか、なんか お父さんにちっちゃく裸足の芸見せられたとかね、なんかそういうのがなんかあると思うんですよ、種がね。で、そういうのが全然ない人は全然気にしないままね、でもやっぱり親戚が死んだりしたりして、だんだん気づく人は気づくわけですよね。それが濃淡がかなりありますよね。だから何人も死んでるのよって言っても、何よみたいな感じの人もいるし、何人も死んでて焦って逃げる人もいるし、ね、それどう説得したらいいかのか私は分からないし、で、飛田先生は大丈夫って言われてますよね。で、なぜ大丈夫かって言われるかって私もずっと考えてたんですけど、結局全員が逃げるっていうのは非現実的なわけですよ。無理なわけです、物理的にはね。で、物理的に無理なことを政府が言えるかって言ったら、私が首相になってね、関東は住めませんよと、東北は住めませんよと、福島なんか持っての子ですよって言ったら、もう大恐慌ですよ、一瞬にして。で、言えないわけです、私がなっても仮に。だから現実的じゃないから言えないと。だけど現実、だから非現実的なことが今起きてるわけです。それをどう収束していくかはね、私もわからない。けど、私は私の知ってることを言うと。で、それを個人で判断するしかない。
でただやっぱチェルノブイリのことを見ると6年後7年後を見ると明らかに答えが出てくるわけね。そういうことだと。でどうするんだと、お前首相になって何かやるって言われたって、どうしていいか私だってわからない、そういう状況なんですよね。でただこれの怖いところは蜘蛛の糸みたいにね、自分だけ北海道に逃げた、九州に逃げた、あと知らんぷりしたってね、食品流通してるわけで逃げきれないわけです。地球から逃げない限りね。オーストラリアだって汚染されてるしね、ニュージーランドなんかに親日国だから日本の食べ物いっぱい来るっちゅうんですよ。でスペインに行くと日本人村ってあるでしょ、どこも。ただ東北出身の人がいて食べて応援しましょうって言って東芝の社員とかがいてね、来るらしいんですよ。で食べないって言うとあなた非国民ねみたいな感じになるでしょ、その2、30人のところでね、東北の人がさも悪気なくて渡してるのにご拒否するって。だから本当に日本人村も離れて現地の人だけで暮らすっていう風に本当にやらないとね、逃げれないんですよ、この現実も。じゃあやっぱり私は日本の中でね声を上げていくのが一番結局はいいんじゃないかなとか。答えないんです、申し訳ない。はい、どうも参考になりました。私は新国から来て、あの早原原爆という活動をやっているんですけれども、あの原発問題と JR の事故の関係がちょっとあるのかなと私なりに思うんです。JR 北海道、特にあの蓄電労働者がいないというか、世代交代技術継承もできないというのがある。実はもう一つ最近の資料で私分かったことで、電力会社がですね、国鉄分割民営化に電産を分割民営化して、戦わない労働組合、労使協調の労働組合を作ったんだって自慢してですね、それをもとに、国鉄でもそうやって分割民営化すべきだっていう、議論をですね、1985年度経団連の座談会の中で九州電力や中部電力会長がレクチャーしてるわけですね。で今北海道はこんな JR の事故があって、そういう問題を見た時に内部告発もきちっとできないような JR の問題があるわけでして、先生はどのようにそういう問題についてお考えか聞きたいと思います。ちょっとそれは原発とどう関係あるんでしょうかね。原発のこと、いやいや、あの JR の北海道の事故はあまりに異常だと思うんで、そういうことについて絡みがあるかないか。異常って言ったらね、こんな被爆させてること自体が異常なんですよ。私から言ったら北海道、 JR 北海道のね、労組問題なんかクソくらいの、私から言わせればね。だって国連からなんか世界中でこう抑えかかってるわけです。でしかもウサギのね耳なんか地震の揺れだっちゅう、誰が聞いたっておかしな話だってこう出てるわけです。そんな異常な状況の時にね、労組問題がどうのこうのって言われても、私はほとんどもう私の守備範疇外と思うので、ほとんど何ともコメントしようがないですね。それがどうなったからってどうも変わりませんけど、北海道電力とはまた別の話でね。またそういう政治の話に私がここで口出すと、いろんな人がいろんなこと言って、私にとって全くその関係あることなら言いますよ、もちろんね。北海道労組のこととか、例えば北海道電力の労組は原発賛成なんですよ。なぜかって言ったら職場がなくなるから。そのレベルの被爆してどうこうよりも職場がなくなることが嫌なんです。全部金なんです、この世の中ね、今はね。金が1000万儲かる人と2000万儲かる人の2000万儲かる人が偉いっていう話なんですよ。金だけの職尺度が幅を利かしてるわけですよ。それはおかしいと思いますけどね。だって真面目にしてきっちりしてね、まあ、500万なら600万でも質素に生活して1年間に1回ね、世界流どっか旅行するぐらいの生活の方が私は好ましいと思う。もう東京の経済中心のところで1000万年収儲けたら2000万3000万1億10億にするにはどうしたらいいかみたいなことがいっぱい売れてるわけでね、もう嘆かわしい風潮ですね、まあ、ちょっと関係ないですけど、まあ、そう思う。9時に閉まる、9時一応目安は9時にしていますけれども、もうちょっとだけ、はい。清水の会が持っています。貴重なお話ありがとうございます。清水でも僕ちょっと今年の夏5月ですけれども、
奇形のタンポポを見つけました。やっぱり群生して一部ですけれどもね、その後街の中をちょっとぐるぐる回ってみたんですけども、まあ、他のところでは見れなかったので、まあ、その部分的になんか通り道、やりが中の通り道だったのかなとは思っています。ただちょっと気のせいかもしれないですけど、タンポポ自体がちょっと背の丈が全体的に高かったなって、なんとなく今まで気がないという、気にはなりました、ですから皆さんもちょっと来年の夏見てみたらいいなと思うんですけど、ちょっとこの話は別なんですけども、まあ、例えばうちの娘や妻が、ディズニーランド行きたいなと、行った時に、まあ、僕は死ぬ覚悟で行くならいいよとは言うんですけどもこれリスク的にはこれなかなか難しい問題だと思うんですけど、先生はどうお考えなんでしょうか。ディズニーランドはだいたい 0.3 マイクロシーベルトぐらいあると思うんですよね。で 0.3 マイクロシーベルトを表面汚染にするとだいたい飼育域っていうところ、だから飲み食いは当然ダメなところ。だからディズニーランドにうちの娘も行きたいと言ったので、東京はまかりならんと、香港にあるじゃないかと香港に連れて行ったんですよ、お盆の時ね。そしたら香港のね、ディズニーランドの 0.27 とかね、0.3 あるわけですよ。ホテルの中の 0.5 ぐらいあるわけですよ。でアラームウェイとかピーピーになってね、仕方なくて消したんですよ、香港のホテルでね。でそういう状況なんですよ。でなんで香港が汚染されてるのかって言ったら、それは私もわからないけれども、汚染されてるのは事実で、子供が好きな It's a small world ですかねの場所で雨降ってたんですけど、見ると 0.27 マイクロシーベルト高いんですよ。街中も高いんですよ。なんで日本の、東京ディズニーランドよりはるかに高いじゃないかと思いつつ、まあいろいろ食べたりしました。でもそういう状況なんですよ。で何が正しいか、何か、私東京は絶対行ってほしくないんですけど、香港なんてかとそれも違うしね。どういうことかよと私が説明してほしいですよね。である人に言わせると、香港の近くに中国のね、核廃棄物処分場みたいなのがあるっていう話なんです。分かんないんですよ私。でも東京ディズニーランド汚染されてるのは事実ですよね。それはね、で東京に行ったら東京の水飲むわけでしょ、東京の食べ物食べるわけでしょ。私とかビールとか最近ちょっとまた禁酒をやめて飲むようにしたんですけど、携帯の中に例えばキリンビールの61番九州工場なんですよ。それを見て61番なら買うとかね、そういう風にしているぐらいですからね。東京の栃木の地方上のような申し訳ないけど、私は地産地消で行きたいので、こちらのあるかどうかは知りませんけど、九州のやつを飲むようにして、でそういうためにこうすぐ忘れるのでね。九州工場が確か61番で製造規模ですね。製造規模かね、なんとかが Y でなんとか D だったと思うんですけど、そういうのは気にしても、水だからね結局ね、そこの水が怖いわけですよ。原材料別にしても、いやだから分かんないですよ私。ディズニーランド行きたければ香港に行けとも言えないし、ね、で東京にじゃあカリフォルニアのねディズニーランドに行ったらいいじゃないかって、さっき見たようにね、西海岸って汚染されてるわけ、分からないんですよ私。私が教えてほしいです、どこ行ったらいいかぐらいの、ただ事実としてはそうです。じゃあこの度はわざわざ熊本からお越しいただいてありがとうございます。私も今日札幌から来ていただきました。私も3月の19日に震災の当時宮城県仙台市にいたんですけども、私の友人がある、まあ、大きな会社でいわゆる原発のモニタリングポストのプログラムをプログラミングしてた、SE だったんですね。なのでものすごく詳しくて、で情報を、まあ、すぐに連絡くれた時もう本当に反響欄で、本当にもう何とかして逃げて、もう男の人なんですけど半泣きで電話来たのがもうすごく恐怖感で、私も原発のこととか恐怖感をもともと持ってたんですけど、そんなに怖いのかと思って、本当必死の思いで3月10日に、まあ、実家が北海道なのでこちらに来ました。で本当にあの時もうこの国はもう本当にこれで終わってしまうんだと思ってたら、ところがどっかで誰も騒がなくて、がっかりというよりも本当衝撃に近かった。私一人がパ
パニックになって北海道逃げてきたんですけど、全然誰もパニックにならなくて、私ほとんど寝ないで情報集めてたんですけども、忘れもしないのが17日の朝4時くらいだったんですけど、それこそ先ほどの第一報というのが、米軍、アメリカ政府がいわゆるアメリカ国民、日本在住のアメリカ国民80キロ退避の、勧告を出しましたというのを朝4時に流れた後に、私それで本当に戦慄を覚えて、そうなると私1096キロの地点だったので、もうそれ目と鼻の先なんですよね。でそれに対して、マスコミが騒ぐと思ったら、その後から普通に子供番組とかワイドショーが始まったのを見て、あ、この国は日本人を捨てたっていうのをその時私は見ました。なのでもう一切マスコミもそういったものもほど信用しないで、インターネットの情報というのをずっと集めている中、小野先生のツイッターも拝見させていただきました。でいろんな情報をずっと2年半も本当しんどい思いしながら集めた中で、私なりの結論がまだ出ないんですけども、避難者が北海道に約3000人近く、把握できてるだけでも3000人と言われています。まだ他にも要するに北海道中に届けてない人もいるので、ただ実はすごく北海道はいわゆる進んでまして、甲状腺検査を一部の避難者が、あるボランティアの医師のおかげで甲状腺検査をしたりとかしてます。で避難してきてるにもかかわらず、やはり濃厚の数がすごかったり、大きさが大きかったりで、実際に体調不良になっている子もかなりの数いたんですが、致命的というか悪化している子は現在あまり聞いてはいないんです、初期被爆の症状でうちの娘とかもものすごい鼻血が蛇口ひねったかのようにドバドバと出て、車の中が血の海になったりしたんです。うちの子も本当に車で帰ってたんですか？車で逃げる、車でないです、飛行機で来たんですけども、ちょうど1ヶ月後に娘が蛇口ひねったような鼻血を4月12日にドバドバと出し、でうちの息子はもうその時当時1歳だったんですけど、もう咳が止まらなくて、で1年間は本当体調悪かったんですが、食べ物も気をつけて、札幌のどこかなるべく出ないで、いわゆる被爆しそうなところに行かないようにしてたら、元気にはなってきたんですね。で私は本当にこちらに戻ってきてよかったし、確かに北海道にも全く汚染がないわけではないんですけども、マシだっていうふうには実感してます。で同じように九州にもたくさんの方が避難していると思うんですけども、やはり移住という選択が一番放射能対策の中で私は最優先だと思ってるんですが、やはり福島に残っている人、あと宮城、関東に今現在本当にものすごい数の子どもたちがいることを考えると、これから何が起きるのかっていうのをいわゆるマスコミは一切言わないんですけども、私はなんとなく想像がついていて、今からでも移住をさせたいって思うんですけども、熊本の方でとかは何かそういう動きっていうのは先生のしてる限りどういった対策というか、何かされてることっていうのはないのかなというのは、北海道からは NPO の人が福島まで行って移住しませんかとか避難しませんかっていう呼びかけをしてるくらいなんですね。いや、 やっぱりね、福島の人はそんな余計なことするなっていう人が多いんですよね、実際のところはね。で先ほど逃げられたっていうのはやっぱり原発が怖かったからというのと、その2つの情報が噛み合わったからだと思うんですよね。だ結局今問われてるのは、それまで何をしてきたかね、どういう勉強をしてきてどういうことを考えてたっていうことも如実に問われてると思うんですよ。同じ情報を聞いたってね、逃げる人いなかったでしょ、多分。お友達とかにも涙ながらにね、いろいろ話されたはずなんですよ。でそれで聞いてくれる人ほとんどいなかった。それはなぜかというと、逃げられた方何人かいましたけど、やっぱり種がない人はね、いくら言ってもね、ダメなんです。のれんに腕押しなんです。で自分周りがバタバタ死んでもね、の最近多いねぐらいの話なんですよ、正直。だからさ、もう言うしかないと思うけど、もうおせっかいしたってしょうがないと思う。なんで福島に住んでるのにね、お前がそんなこと言うから風評被害だぐらいに、なんか悪魔の使者みたいに言われる金なわけですよって親切で言っててもね、それじゃやっぱりね、人間持たないと思うんですよね、政治。私も2年半相当いろんなとこから叩かれて、そうでしょ、私だって叩かれてね、危険が生まれるっつったら、あのデマ野郎みたいな感じで言われるわけで、長崎の医者にも言われるわけです。
そのために私もちょっと落ち込んできたけど、だんだん免疫が出てきてね、今多分何言われたって、ああまたかみたいなところで済むと思う。でもやっぱ声を上げることはやめてはいけないと思うけど、無理やりその何ですか、馬を水、ね、牛かなんかを水飲み場に連れていくことはできるけど、飲ませることはできないっていう格言があるでしょ。それだと思いますね。で、何かがあったら聞いてきます。その種が育ったことの時によって、それだと思う。それを待つしかないんじゃないですかね、うん。ハンターになってもダメで、植物育てるみたいにね、芽が出るまで待ちましょうじゃないかと。ただ私もいろいろ勉強した中で、被爆で起きるいわゆる健康被害につける薬がないというのを、うん、もう調べれば調べるほど、同じ頭痛でも、うん、頭痛いって言ってもバファリンが効かない、うん、お腹下痢しましたって言っても、うん、まあ、セイロガンが効かない、うん、全く現代医療が効かないというのをいろんなところから聞いて、本当にもうこれから何が起きるんだろうっていうのをこう心配ですよね。はい、もう本当に毎日、うん、もう毎日心配してもしょうがないですよね。しょうがないですよ、ね、しょうがない、うん、でもやっぱり自分が仲の良かった子がやっぱりまだ仙台にいたりとかすると、うん、まあ、そこはもう本当に揺れるのが、もうそっとしといた方がいいのか、それともやっぱり諦めないでおいでって言った方がいい。いや、でもやっぱり見てるわけでね、例えば私の弟茨城県にいるわけですよ。でちょっとね、あの甥っ子にね、なんかあるみたいなんですけど、やっぱ気にしてない。私もあの主人の実家茨城で、甥っ子が川崎病で1歳なんですけど、もう本当にひどくなってて、でもお母さんは、いやもううちの子はもともと生まれた時から弱かったって、生まれた時すごい健康優良児だったんですよね。で事故の時1歳で、事故の後から具合が悪いのに、本当茨城は東海村の事故があった時も同じようなことがあって、本当茨城とあと宮城も知事自体がもう、いやもうさ、日本中どこもそうですよ。どうしたらいいのか、どうしたらいいのかわからないから、いろんな人にね、なんで気づいたのかっていう話を聞くんですけど、やっぱ私の結論としては、いろんな視野を持ってね、それまでね、例えば反原発運動してた人はメーリングリストでパッと流れてパッと逃げてるわけですよ。で同じことを言ってもね、聞く耳ないわけですよ。同じことを言って米国だって逃げてね、80キロだって言ってるのに、まああれ50マイルだから80キロなんですけど、で米国だって本当はね、いろいろ聞くと、ちょうど3月だったでしょ、あの時ビザの発行の時期で、4月で転勤ですよ日本。そしたらビザをあの就労ビザいっぱい頼んでたら、アメリカ大使館が全部それをストップして、アメリカ人の要素配りとあと避難のことで没頭されて、5月か6月まで全然ビザが降りなかったっていう話聞いたんですよ私。そういうことが起きててね、であちこちのところが逃げたでしょ、中国人が逃げた、みんな逃げたってみんな知ってるのに、あいつらバカだなぐらいの思うんでね、なんでわかんないのと思うでしょ。私も思って、もう2年半経って向こうの状況ですよ。やっぱり今までのね、勉強はで、特にこういう311が起きる直前にね、おバカタレントがものすごくもてはやされたでしょ、はい、なんか質問されたら突拍子もないこと言って笑いとってね、でそういう人の 方こそ売れてたわけですよ。で勉強するのがバカみたいな風潮がある程度出来上がったところでバーンと起きて、やっぱり今までコツコツとやってた人がね、やっぱり気がついたなと。で逃げていろんな人にこう言うんだけど、まああれですよね、旧約聖書の預言者じゃないけど、聞かれない立場にあるんでしょ、あなた。それでも言わなくちゃいけない。だともう最近は達観してますよね、預言者の。だから聖書を読まれてもいい。でもそれと同じだと思うんですよ。信じてくれないんです、神の言葉はね。こんなに明らかなのになんで分かんないんだと。ここに出てるあそこにあるじゃないかって言うけど、誰も相手にせずに滅んでしまって、やっぱりあの人が正しかったって言われる立場にあるのかもしれませんけど、やっぱりそう共感できると思うんですよ。何年前の話か、同じだと思う。そういう感じで、本当にがっかりと諦めちゃいけないっていうのの狭間に、もう時々諦めていいんですよ。そうですけど、でまた立ち上がれば、そう思います。強くいきます。あと一問。すいません、本日はありがとうございました。すごい、やっぱり脱原発を進めて、廃炉化にしていかないといけないんだなっていう思いはすごい伝わりました。でただ今直近として一番心配になっているのが、4号機の使用済み核燃料プールからの核燃料の取り出しだと思います。で先生はこちらの人
取り出しの成功がどれぐらいの確率で成功するかと予測されてるかこれはね、まあ、私からするとあれはもう全体から見ればね、トラックの中走ってるようなレベルなんですよ、フルマラソンで。あれが成功しないことに話にならないわけですよ。でも結構難しいと思うんですね。というのは4体の破損燃料があるしね、あと本当に使用済み燃料なんて引っ張れないかもしれないんですよ。ある程度出せると思う。途中でいろんな不具合が出てくると思う。何パーセントかって私紙じゃないのでね。でも全体から見ると本当に簡単なね、朝飯前のレベルだということだけ見てる。だって見えるでしょ、燃料は。あれ取り出すだけなんですよ。だけど1号機から3号機はメルトダウンして下に地中に盛り込んでるわけです。同じものがね、取り出す技術だってないわけ。4号機終わってね、ああ終わった、もうこれで安心だと思ったら大きな間違いっていうのは何度も警告しないといけないと思うんですね。4号機なんかまあ朝飯前のね、まあ、赤ちゃんが1歳になるかならないかのレベルで、80歳の成人とすればそのレベルの話ですよ。4号機それでも難しいと思いますよ、これね。あの例えば使用済み燃料表面線量が10万シーベルトあるってこと、10体あったら100万シーベルトなわけですからね。22体って2200万シーベルトでしょ。それがちょっとでも出たらもう致死量で誰も近づけないわけでね。そういうことが起きたらどうするのって、どうするか分からないけれども、やり方としては分かるわけでしょ。こうして出して入れればいい。じゃあ3号機どうするんだってやり方すら分からない。2号機なんてやり方すら分からない。1号機だってやり方すら分からない。燃料の方ね、プールの方、ね、まあやってやれん、ね、できないと思うけど、でもそんなレベルですよ。4号機一番確かに1300体って多いですけど、それ以外のところ300体とか500体あるわけでね、使用済み。でその横には共有済み燃料6300体ぐらいあるわけですよ。どうすんのっていう、私だって思いますよね。もしもう本当に成功してほしいんですけど、うん、もし万が一一回失敗してしまって誰も近寄れなくなって、うん、また核爆発みたいなのが起きたら、うん、この北海道の帯広っていう土地は住める土地なんですか。いや、何を言っておっしゃるんですか。地球全体が住めないそうですよねというのはなぜかって言ったら、だから今言ったようにそこが近づけないということは全部人が被災するしかないんですよ。ただ6300体の燃料プールが徐々に干上がってくるわけですよ、人がいなくなれば。そこが爆発したら福島第二も何もかもね、人が入れなくなったら、そらね、そら帯広がどうのこうのなんていう、そういうレベルじゃないですか。で風下の国は米国なんですからね、西風が大半は米国に行くわけです。米国だって住めなくなるしね。で南半球大丈夫かって言ったら、南半球だって大量ありますからね、もちろん。もう地球住めなくなるっていうことですよね、イコール。まあ帯広なんかそんなレベルで考えたらいかないです。宇宙のエネルギー地球なんかこのぐらい。ありがとうございました。時間も来ました、9時、質問多々あろうかと思いますけれども、時間ということになりましたので、本日の講演会の方で、締めさせていただきたいと思います。小野先生には遠いところへのはるばくお聞きいただきまして、また貴重なお話を伺ってみました。皆さん盛大な拍手を持って先生にどうもご清聴ありがとうございました。